どうも、影山です。おはようございます。今日は2021年3月24日水曜日ということで、快晴の空からちょっと始めさせてもらいましたけどもですね、今日は水曜日ということで、僕はね、休み前なんで、いろいろこう嬉しいことがあるんですね。まずお酒が飲めるとか、休み前やので気分がこうだいぶ楽なんでね、気持ちが軽いということになるかなというふうに思います。今日は一番こう、ちょっと嬉しい気持ちになるような日ですね。で、ですね、これは、野菜ですね。野菜を何にするかというところで、時間があればちょっとこう野菜苗を買いに行きたいと思いますけども、何にしようかなというところですね。どうするかな、何でもいいですけども、ちゃんと育ってくれればいいかなというふうに考えます。ということで、今日も張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。